プリマス。プリマス。プリマスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州東部に位置する町。ボストンの南東約6 4トルに位置し、マサチューセッツ湾の一部、プリマス湾に面する。道町の北西に位置するブロックトンと共に、プリマス軍の軍庁所在地となっている。人口は5万1701人。2000年国勢調査。プリマスは、 メイフラワー号でこの地に上陸した新京都ピルグリムファーザーズが入植したマサチューセッツ最初の入植地である。現在ではアメリカの故郷アメリカズホームタウンと呼ばれ人気の高い観光地となっている。プリマスという地名は、いわゆる巡礼思祖、ピルグリムが訪れる以前にバージニア植民地開拓の指導者ジョン・スミスによって命名された。 ヨーロッパ人の入植が始まる以前は、この一帯は、ワンパノアグ族のが住む村であった。プリマス植民地が開拓される以前に、ヨーロッパ人は二度、この土地を訪れている。1605年、サミュエルドシサンプランは、プリマス湾を公開し、ポートセントルイスと名付けた。1614年には、バージニア植民地、ジェームズタウン開拓の指導者、ジョン・スミスが、ケープコット湾を探索し、 辺りの地域をニュープリマスと名付けた。これはイングランドの都市プリマスの名前に由来する。この名称は1620年以前の地図でも確認されている。この時にもたらされたペストは辺りのインディアンの90から95%を病死させた。1620年9月6日、イギリスのからの入植者、ピルグリム一行を乗せたメイフラワー号が、 イングランドのプリマスからアメリカへ向けて出発した。大西洋を横断し、12月21日に、このプリマスに上陸した。ピルグリム一行は最初コットミサキの先端に位置する、プロビンスタウンに11月11日に上陸したが、土壌があまり良くなかったため、上陸後すぐにプロビンスタウンへの入植を断念し、そのまま、マサチューセッツ湾を渡って、プリマスにやってきたのである。 こうしてプリマスはマサチューセッツ発他地域を含めてもバージニア植民地、ジェームズタウンに次いでアメリカ史上2番目のイギリス人入植地となった。やがてワンパノアグ族インディアンナを虐殺しながらの入植は進みプリマス植民地を形成していった。プリマス植民地は1691年に隣接するマサチューセッツ湾植民地に吸収合併された。その後、 プリマスでは造船業や漁業が発達した。1825年に設立されたプリマスコーデージ社、プリマスコルダッチカンパニーは、ロープ、ヒモ類イ製造の代表的な企業であった。同社は1960年代に至るまで流星を迎えていたが、その後は他社の合成繊維製ロープが幅を利かせるようになり、衰退していった。ピルグリム一行がこの地に上陸した際に、 初めて分台はとされるのが、同地の観光名所である、プリマスの岩である。1970年には、ピルグリムファーザーズ上陸350周年記念の日、して、華やかな式典行事が行われた。しかし白人にとって記念すべき、この岩は、インディアンたちにとっては侵略と、民族浄化の忌まわしい象徴である。この、ピルグリムファーザーズ上陸350周年記念の日、 2は、全米最大のインディアン権利団体、アメリカインディアン運動、AIM が式典に乱入し、抗議行動を行った。AIM 活動家のラッセル・ミーンズらは、記念展示されていた、メイフラワー2000以降に乗り込んで、マストに AIM の旗を掲げ、また土砂を満載したトラックを乗り付け、プリマスの岩を土砂で埋めてみせたのである。プリマス植民団に虐殺され、 土地を奪われたワンパノアグ族をはじめとする周辺インディアン部族は現在ニューイングランドアメリカインディアン連合を結成している。彼らは同地で毎年行われるピルグリムファーザーズの上陸記念感謝祭に対し毎年この日にぶつけてとして虐殺された先祖への弔意を示す黒い腕章をつけ白人によるワンパノアグ族虐殺の歴史を忘れるなとの標語を掲げ 抗議のデモを行っている。今日では、プリマスは、アメリカの故郷と呼ばれ、歴史的遺産を数多く残す観光地となっている。特に人気が高い街の見どころとしては、メイフラワー号の船員たちの上陸地点とされる、プリマスロック、入植当時の生活を再現した、野外博物館プリマスプランテーション、プリムースプランテーション、メイフラワー号のレプリカであるメイフラワー2世、号。 1957年製造などが挙げられる。また、全米最古の公営博物館である、ピルグリムホール博物館、ピルグリムホールミュージアムや、1889年に建てられた、新京都上陸記念像、ナショナルモニュメントツーザ・フォー・ファザースも街の見どこと、なっている。これらの歴史的な見どころのほか、プリマスは、ビーチも有しており、夏の避暑地としても人気がある。 プリマスの港から出港し、沖釣りやヨットを楽しむこともできる。州内2位の広さを誇る近隣のマイルズ・スタンディッシュ州有林、マイルズ・スタンディッシュ・ステート・フォレストはキャンプ地として名高い。プリマスは41.958-70.667に位置している。アメリカが州国統計局によると、プリマス町は総面積347.0。 キロ平方メートル134.0ミである。このうち249.8キロ平方メートル96.5ミが陸地で97.2キロ平方メートル37.5ミが水域である。総面積の28.00%が水域となっている。プリマスの超域面積はマサチューセッツ州の都市、町村の中で最も広い。町の西を 修道3号線が南北に走っている。修道3号線は修道ではあるが、週間高速道路 I-93 の延長線上にあり、ボストンとコット岬を結ぶ高速道路になっている。なお、修道3号線はコット岬に入るとそのまま国道6号線になる。ボストンのダウンタウンからは約6 4トル、車で所要約50分である。 また、高速道路の終点であるオーリンズ、オルレアンまでは、約 80km、所要約70分である。国道6号線は、オーリンズから先は、一般道路となり、コットミサキ先端のプロビンスタウンへと通じている。プロビンスタウンまでは、コットミサキ湾を大きく回って、約 123km、所要、約2時間である。また、プリマスは、 マサチューセッツ湾交通局、アンタの運営するボストン近郊電車の終点である。このほか、ボストンからプリマスブロックトン車、プリマスブロックトンの中距離バスも出ている。アンタの近郊電車、プリマスブロックトン車のバスのいずれもボストンの南駅から出ている。このほか、プリマスの港からはプロビンスタウンへのフェリーが毎日運行している。 町内の交通機関としては、アトルボロ都市圏交通局、ガートラの運営する路線バスがプリマス及び周辺を広くカバーしている。産業の中では農業が盛んであり、野菜や果物などを多く輸出している。特にプリマスはアメリカでも有名なクランベリーの産地であり、町内にはクランベリー畑が多く点在している。以下は2000年の国勢調査における、 人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、大世帯数、収入と家計、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。